どうも皆さんこんにちは、アントラットの空気のです。はい、ということでしばらくちょっと間が空いちゃいましたが、今回は、ツミプラ解消セリルタ、パート2でございます。はい、ということで今回作るガンプラはこちら、ストライクエントリーグレードのストライクガンダム、ディアアクティブモードでございます。はい、これ入浴剤付きのねやつで、やつをねちょっとクリスマスプレゼントということで、もらいましたので、ちょっとこれをちょっと先にね開封したいと思います。ツミプラ他にもありますが、それはまた別の動画でということで、今回はこれを組んでいきたいと思います。ではいきましょう。はい、ということで袋から取り出しました、中身はこういう風になっていて、ランナーが全部で4枚、プラスそこに入浴剤のあの方のガンプラのやつが1つ入ってました。はい、ということでね、ランナー4枚です。結構珍しいよねっていう、やっぱエントリーグレードってこういうもんなんかな、どうかわかんないんですけど、とりあえず組み立ててみたらこんな感じになるみたいです。はい、というわけでなんだかんだ言ってここまで組み立てることができました。まあ所要時間としてはまあ30分ぐらいでまあ組み立てることができました。その分ね、結構やっぱりエントリーグレードっていうだけだってあって、結構簡単にサクサクと組み立てることができました。ね、あとねタッチゲートだから限りねニッパーとかも必要ないんで組み立てやすいなとは印象を受けました。ではこれからとりあえずね接続して、完全完成に行きたいと思います。はい、ということで完成しました。エントリーグレードストライクガンダムディアアクティブモードでございます。はい、ということで相変わらずねふるっとこういう感じになっております。はいはいはい、こんな感じですね。個人的に感想述べますと、やっぱ低価格でこれはすごいなと思いました。結構可動範囲も広くて色分けもすごくて、シールが一切使われてないっていうのがね、すごいなと思いました。組み立てもそこまで難しいというわけでもなく、あとランナーがねこうなんだろうな、分かりやすくなってるというか、こうどのパーツがどこのパーツを組み立てるのにところだよっていう、そのなんていうんだろうな、ランナー分けされてたんで、ボディごとにパーツごとにっていうか、その組み立てっていうことに、だからなおさらそのパーツ発見がしやすい
のも相まって結構作りやすかったキットだなと思いますね。可動範囲もびっくりするほど動くので、今度ねまた今回はストライクガンダム作りましたが、場合によってはまた別の動画とかでね、ニューガンダムなり初代のガンダムだったり作ろうかなとは思っておりますってなわけでね、そんな感じで終わりたいと思います。よろしければグッドボタンと高評価よろしくお願いします。以上、空気のでした。バイバーイ。